氏康は今川氏真の城の包囲を解き徳川軍を退けた。だが世は乱世、弱肉強食の時代である。まもなく甲斐の武田信玄が上洛を開始、今川との同盟を破棄し今川領の駿河に侵攻した。再度訪れた今川の危機、氏康は氏真を救うべく出陣の準備に取りかかる。戦国乱世は鬼でなければ勝ち残れない。だが氏康はどうしても今川を切り捨てられなかった。関東の将、駿河防衛戦。見てて、乙女の心。男らしいぜ、小僧。父上、またも今川より救援を請う早馬が。事態はすでに切迫しつつあるようです。そんなに待たせねえから死なねえように耐えてやがれと甥っ子には伝えとけ。母。ったく、信玄の野郎がこんなに早く動くなんざ正直予想外だったぜ。今川もいよいよ終わりよな。だあな。ならば捨ておけ。餌を与えておけば虎に噛みつかれぬ。吉本のせがれは身内だ。虎の餌になる前に拾い上げてやるさ。鬼になったのではなかったのか。ふん、邪魔しや。気力をなくしてやがる。さっさと助けに向かうぞ。もう今川は終わりだ。我らはこれより武田に着くぞ。今川を裏切った奴らを片付けねえと氏真の退路を確保できねえな。深追いはするなよ。氏真さえ助けられりゃ十分だ。お父様は被害を最小に抑えて今川を救おうとしているの。お見事にございますな。敵将討ち取ったり。
国だった今川が鬼どもの食い物にされちまうからな。せめて今川の小僧くらい助けてやらねえと吉本の野郎も浮かばれねえってもんだ。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ？助かったのう。もうダメかと思ったのう。この御恩決して忘れは。ごちゃごちゃくっちゃべってねえでさっさと引きがれ。氏真様お早く。敵は拙者が食い止めまする。忍びだ。何こそこそと企んでやがる。内容してる野郎が嫌がったか。ま、分かってりゃ対処の仕様もあらわな。山頂にいる雪村も出しちゃおうかね。大門畳みかけてきやがったか。真田の小僧は山道に引きずり込んどけ。のろしをあげよう。おお、武田からの合図じゃ。約定通り我らは武田にお味方申す。てめえらが裏切ることなんざお見通しだってんだよ。ではなかったか。見事にございますな。大暴れだな。そりゃ男も許しつかねえわけだ。来た。うまく誘い込めたか。これでせがれどもが来るやな。ただいま到着しましたぞ。敵か、挟み撃ちにせよ。運が向いてきやがったぜ。こりゃ少し欲を出しての良さそうだ。勝利条件変更。信玄の野郎に一泡吹かせてから帰るぞ。まずは山頂を奪しまえ。そこら辺の敵は残らず片付けとけよ。甲斐があったってもんだ。お父様は鬼になる覚悟を決めながらも鬼にならないように戦っていたのです。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ？任せといて。神さんと家族のためならえんやからだ。
山頂を取っときゃ武田本陣の動きがよく見えるはずだぜ。ここで止まるわけにはいかんのじゃよ。全軍進め、わしも出る。親方様自ら、親方様をお支えすべき。信玄の野郎、自ら撃って出やがったってのか。こっちにすりゃ好都合だ。裏回って本陣をついてやれ。開門。せっかく私でしょ。やってやろう。開門。親方様、お待ちくだされ。大将自ら出るなど危険ですぞ。平門。抜き足、差し足、忍び足、氏真さんはどこかな。ドアホーが出直してきやがれ。敵将撃ち取ったり。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ。開門。貝の虎が血相を変えている。信玄の野郎、何焦ってやがる。こんなんじゃ肩慣らしにもなんないわ。うまくいったか。やはり奇襲狙いだったか。本陣を落とさせはしない。されどなすべきことをなさねばならぬ。開門。ドアホーが出直してきやがれ。これはまずい。信玄公はどうしちまったんだ。ここは譲れない。いざ参る。次ぶっ飛ばされたいのはどいつ。譲れぬものがこの俺にもあるんだね。直してきやがれ。来たー。
ミさんと家族のためなら縁やからだ。氏真を死なせねえで済んだか。さて、用は済んだ。さっさと引き上げるぞ。はい。あれ、姫様どうかしました？乱世を言い訳にしない。これがお父様の戦い方なのね。親方様は乱世の鬼を肯定するようなこと言ってたのに、最後まで今川を見捨てませんでしたね。お父様も鬼になる覚悟は持っている。でもお父様は鬼じゃない。乱世を言い訳にして鬼に落ちないように必死に踏ん張って戦ってるんだわ。だったら姫様、私たちも